続いてのニュースです。先日行われた調査によりますと、ギャッペアートギャラリーの販売員の約9割が、ギャッペが重すぎると回答したことが分かりました。とはいえ、お客様にとってギャッペは重い方がいいのかという質問に対しては、満場一致で重たい方がいいという回答が得られたことが分かっています。このように戸惑いの声が上がっています。なお、ギャッペは軽いと回答した販売員は、引き続きギャッペを筋トレのダンベル代わりとして利用していくと話しています。はい、今回はですね、重いと噂のギャッペですね、こちらの重さを一度測ってみたいと思います。測ったことないですよね。そうですね。そう、やっぱりね、お客様からも、絨毯をお持ち帰りになるときに、私持って帰れるかしらとか、これどうやったら持って帰るのっていう、まあ、それぐらいね、絨毯の重さを気にする方はね、特に女性多いと思います。はい、こちらのギャッペ、大体ですね、どれぐらいの重さがあるか分かりますかね。そうですね、一般的には大体1平米 1×1 っていうこの平方メートルの中で大体重さ5キロぐらいと言われてます。そう、ちょうどこの持ってるサイズが1平米の面積の絨毯なんですよ。まあ確かに5キロのお米ぐらいかなっていうのは感じますね。そうですね、もっともっと大きいリビングサイズとかになってくると3平米とか4平米の絨毯なんですけど、そうなるともうだいぶ重たい。そうですね、いや本当に女性は担ぐとか持つのはね、難しくなると思います。はい、なんでね、今日はちょっと検証してみたいと思います。はい、今回はですね、こちらのリビングサイズと玄関サイズのギャッペをご用意しました。リビングサイズはおおよそ2畳半ぐらいの面積で、だいたい170×240cm。そうですね。本当にね、リビングに人気のあるサイズで。そうですね。人気のサイズです。はい、で、玄関サイズは、本当に一番玄関に使われる方が多い、60×90cm ぐらいの大きさのものをご用意しました。はいはい、では玄関マットサイズですね、60×90 の、これはアマレのランクになります、じゃあこちらから乗せていきたいと思います。はい、何キロかな。大体ね、まあ私たちからすると軽いなって感じはするんですけど、 2.25 です。そうですね、もう一個違うアマレがあるんで、そちらも一回測ってみましょうかね。こちらはですね、今の青い絨毯よりも結構分厚いです。巻きも結構太め。そうですね、はい、いきます。あ、やっぱりやっぱね、重さ違うなとは思ってたんですけど、やっぱり違う、3キロ。やっぱり同じランクでもですね、こう見ていただくように、まあちょっと巻きが違うというか、そう、厚みとか太さが違ってきますね。そうですね、サイズもちょこっと小さいかもしれないです、このように同じランクでも重さはでもあんま変わんないね、私たちからすると。あんまり分かんない。そうですね、でもやっぱりその同じサイズぐらいで同じランクでも厚みだったり密度によってね、重さはすごい変わるので、もうぜひ持ってみてほしいですね。そうですね。じゃあ続いてですけれども、リビングサイズいきたいと思います。いきましょう。はい、まあ絶対重たいと思うんですけど。そうですね、まあなんとなく軽そうなやつからいきます。そうですね、まあこのカシクリちゃん、まあ、ちょっと巻きも細いし、この子なんかは比較的軽めなんじゃないかなと。そうなんですね、もう巻きで大体私も分かるから、巻きとかランクでね、最後のアマレは多分一番重たいから、いやこれはね、お楽しみで、お楽しみ、何キロあるのかなって普段大体考えずに運んでるので、そう、重たいか軽いか、この子が実際何キロなのかなっていうのもちょっと楽しみですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあカシクリからいきます。はい、じゃじゃーん、じゃじゃん、数字が見えますか。はい、立ちました。見えますか。15キロ。おお、 15.4 15.4キロ。これまず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 だね、まあ、カシクリだし、サイズもまあ大きいんですけど、15.4 か。大丈夫、お米担げればみんな持てますね。そうですね、昨日私お米10キロの買ってスーパーでこうやって担いで歩いてたら、娘にママ職業病出てるよって言われたんですけど全然10キロ重く感じないんですよね。それはそうですね、15キロ担げるんで。そうなんですよ、大丈夫です、まあ、でも大体そんな感じなんですけど、まあお客様が一回引いちゃって、こう担いで移動するってことはないので、大体皆さん引っ張ったりとか、引きずったり、こう、まあ、向きを変えたりとかね、今回は検証ということでね、はい、一回この子はじゃあ15キロだったよってことで、
次の子行きましょうかね、はい、次に来るのはやっぱシャクルだと思います。そうだね、シャクルはあのアマレカシクリルリバフとちょっと折り方が違くすごくね、うん、柔らかい質感になるのが特徴なんですよ。そうですね、で柔らかい質感に加えて比較的軽い、うん、やっぱりシャクル持つとね、あ軽いわちょっと優しい感じってなるんですよ。そうですね、そう、まあ乗せてみましょう。実際何キロぐらいあるのかなっていうのはね、気になるので、カシクリとどっこいぐらい、そう、はい、気合い離します。はい、あ、やっぱシャクル軽いかも、軽いかな、本当だね、1キロぐらい軽いですね、うん、14.9キロ。いいせゆみこのセリフだけ使ってもらう、いいせゆみ英語みたいでねじゃあ次の子行ってみましょう。いや次はちょっとルリバフで行きましょう。あ、いいですね、よいしょよいしょ。ルリバフは糸は細いですけど、これは結構ガッチリ折られてますね。そうですね、よいしょ。17.75キロ。まあまあそうですね、うん、まあ20キロちょっとない、そうなんだね、やっぱ、うん、この、まあ、2.5 畳は20キロないかなっていう感じですね、うん、そうですね、なんか20キロぐらいあるかなって思ったんですけど、うん、意外と私は軽いなと思った。そう、意外と、まあ、我々の筋肉がちょっと狂ってるのか分かんないんですけど意外と軽いなっていう感じですね。さあ、うん、さあ、さあ最後のラストの、そうです、この子は私は20キロあると思います。はい、じゃあ最後すんごい重たいんですよね。それは筋肉好きですよ。そう、絶対20キロはあるんじゃないかと思います。はい、はい、行ってみましょう。はい、ね、お、あ、2っていう数字を見えた、離します。あ、24.95キロ、もうおよそ25キロ。25キロ、やっぱり、ね、やっぱり見えますかね、立ってますよ、もう柱のようにこの子やっぱ重たいなと思ったな。そうなんですよ、今回ちょっと私が選んだんですけど、うん、あんまり中でもあだいぶ重たいだろうなってものを選んだんですよ。確かにね、この、うん、この柄を裏から見ると、あ、この子の順番だなっていうのが重たいよねって、重たいよって、でもすごくしっかりした絨毯なんでね、うん、あの数字を見てなるほどなとお客さんに言いますね。25キロありますよって。じゃあもっと大きいのはってなるんですよ、です、ね、我々もっと大きいサイズ担いでます。30キロ、だいたいそうですね、これの 1.5 倍2倍近くになるとやっぱ30キロか、30キロか、すごいね、うん、よく持てるね毎週毎週あの筋トレだと思ってね、そう筋トレしています、はい、お客様にもこういった情報をねお伝えできるので、はい、今回は、うん、あの重さのね検証をしてみました、うん、まあ、ランクとかね、あの大きさによっても全然違うんですけど、だいたいリビングサイズは20キロ前後ですよってことですね、うん、そうですね、検証ができました、はい、はい。今ね、あの見ていただいた通りね、うん、ギャッペって本当にね重さもあるんですけど、うん、その分厚みがあって、うん、床に張り付いてね、うん、シワにならなくて掃除機も吸い付いてこないし、体を支えてくれる素敵な絨毯なのでね、うん、ぜひ皆さんもね、うん、1枚リビング使っていただきたいですね。そう、はい、やっぱり敷いてて動かないから、うん、滑り止めを敷くっていう必要もないですし、そうですね、安定して使えるのがいいですよね。やっぱ重さは丈夫さ、うん、イコールではないにしろ、うん、すごく関わりが大きいです。そうですね、やっぱ重さと丈夫さっていうところは、うん、だから皆さんも絨毯を見るときにもうぜひ思ってみてください。そうですね、やっぱね、それで全然違うのがね、分かると思います、まあ、私たちね簡単にこうバーッとめくるんですけど、うん、こう実際お客様にねやっていただくと、あ、一枚一枚こんなに違うんだねとか、うん、やっぱり重たいです。重たいです。重たいですよ。でも我々が使ってる絨毯っていうのはとっても目が詰まってて、うん、まあ、担ぎやすいってイコール目が詰まってるっていう証拠なので、まあ、そういったことをね、我々のフィルターが通ってますのでぜひ安心してね選んでいただきたいなと思いますね。はい、はい、今回もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。何キロあるんだろうね、どういうこと知りたいな。でもいや、でものけるなら勝手に、よいしょ、よいしょ、数字が見えねえ。あ、もうちょっと地図出さなかん。34.7。すごい、うん、歩くと振り子になるしね。これすごい持ちにくいですよ。じゃあ、あの黒普通に40キロ近い、一番重たいやつ、